ティ番組、その名もゴンチューブということで、今日はスタジオでもなく、先週までやっていたゴンドさんでもなく、なんと広い、とても広い、そして人がいっぱい、東京ビッグサイトで行われているコミックマーケットに来ております。今日はですね、一人なんですよ。いつも酒井かな子ちゃんがいるんですが、なぜいないかというと、今から行くとあるブースでかな子ちゃんはイベントをやっているんです。なのでそこに行ってみたいと思います。はい、こちらはですね、フロンティアワークスさんのブースです。今日はここで、トールコードというドラマ CD のお渡し会をしております。トールコードというのはですね、9月に発売される女神マガジンさん100号記念の企画で作られたドラマ CD なんですが、なんと今日はその第0話を無料で、皆さんにお渡ししちゃおうという企画なのです。ということで、出演しているのが朝倉さん、そして相方の酒井かな子がお渡し会をしておりますよ。たくさん来ていただいています。ありがとうございます。はい、ということで、たった今イベントが終了したばかりのお二人にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。マンチューブ、早い早い早い、まだまだだった。最後に言うの？うん、違う違う、名前の前に言ってくれればいいよ。まだだよ、まだだよ、話を振ったらね。はい、はい、ということで、お一人ずつね、お話を伺いたいと思います。今日はどうでしたか？コンチューブの朝倉です。合ってる、合ってる、そういうこと。あ、マイク触っちゃった。はい、初めまして、の朝倉と言います。コミケ会場です。どうもありがとうございます。手渡し会を今終えたんですけど、すごくあっという間に整理券も終わってしまって、わざわざ来たのに、どこから来たのにゲットできなかったという方もいっぱいいると思うけど、ごめんなさい。でもたくさんの方が来てくださって、すごくなんか良いスタートを切った感じだよね。これから始まるトールコードをぜひ応援よろしくお願いします。本当にあっという間にたくさんの方が整理券取ってくださったということで、たくさんお会いできて本当に楽しかった。またね、コミケっていうのもすごい楽しいし、こうやってこういう格好できるのも今日コミケだからだし、いやもう本当楽しかったですね。ナナちゃん、コミケ一番楽しみにしてます。はい、来れてよかったです。はい、はい、ですね、トールコードに関しましては、女神マガジンさん、そして公式ホームページの方でいろいろ情報が出ていくと思いますので、皆さんぜひチェックしてください。ということで、お二人とも今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。